どうも、タカオヌスです。11月30日のアップデート情報が公開されたので話をします。今回のメンテナンスは長めです。エクストリーム参りの報酬交換、デイリー探索ドロップ3倍、お使い報酬2倍、経験値3倍はメンテナンス前までなので注意してください。11月29日は公式生放送があります。文面から察するに超フェスが発表される可能性が示唆されますね。メンテナンス後は四季英気ヤマザラドゥの復刻もあります。気になる人は初回の60ステップだけ回せば良いでしょう。無理して取る性能ではありません。イベントエクストラですが、復刻イベントと合わせて挑戦回数が共通となり、6回全て同じイベントで挑むことが可能になります。そして復刻イベント超ヤクモの野望も開催。こちらはミニイベントなので課題達成だけ目指しましょう。少女転生のログインボーナス、ウィンターキャンペーンのログインボーナスで副陣が合計25個入手できるので、天方城交換の足しになりそうです。そして寺子屋経験値3倍も実施。放置するだけでレベルが上がるので食べ物管理だけはしっかり行いましょう。今回の天方城パックは回復式パックです。明日の生放送での発表で超フェスは回復式かもしれません。仲間確定ノリとのラインナップも更新されます。追加キャラはどれも強力です。絵札も欲しいものが追加されます。新機能実装で仲間絵札の一括保護機能も実施。一括の保護だけでなく一括の解除も行えるそうです。また絵札の限界突破が一括で可能になりました。それに加えて絵札強化手段に薬液が追加されます。破片の代わりとして使えるようですが、等級がありますので高いものは金火炎の代用になるのであれば、特に最近は陽光陰光のプラス強化値が120台のものが増えたので嬉しいアップデートになります。そして同キャラクターの範囲記号の追加、最近は2周目キャラも追加されたのでどの世界にいるかややこしくならないための追加でしょうね。以上、明日の生放送を震えて待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。